どうも皆さんいらっしゃい。いらっしゃい。居酒屋 ABC の A と B と C です。プロジェクトゾンボイドをやっていきたいと思います。前回はね、C 君がまさかの落ちるというハプニングがありながらも、落ちる。なんとか全員合流することができましたと。はい。で、アマダルとかも作んなきゃいけないから、まずアマダル作るために伐採をします。伐採えっおっおなんだよおっつって、あ、消化音があったおっおっおやおっおっ、解体したいな、これ。これさ、泥棒スキルってこれ開けられないの？あ、無理。鍵をね、壊さないようにしかできないのよ。あ、そうそう、鍵を開けることはできないの。あ、泥棒のくせにえ、鍵壊せばいいじゃん。あ、そういうこと？うん、もうだってこれ、ね、つかないでしょ。これ、鍵壊せんのかな、これ壊せんなら壊してほしいんだよな。まあ、スレッチャーマーがあったら壊せるから、それで取ってきたからいいんだけど。で、一番最初、今回の最終目標は、スレッチハンマーを手に入れるっていうところが最終目標になります。うお、びっくりした。シークいきなり出てきたよ。びっくりした、今。どれ？俺、隣にいない俺。お、ほんとだ。びっくりした。なんでこれ、最後死んだとこから始まるの？そう。え、最高じゃん。死んだところっていうか、落ちたところからスタートする。落ちた。落ちた。ちょっとしばらく。離脱しますね。オッケー。じゃあ俺の画面見てて。うん。ちょっと、そう。画面見ながら、ちょっとリアクションしてて。冷てーな。これは、うん。斧で、この高い柵も、登れます。登れます。な、俺の下いるこ。あれか。ん？右、右、あっちじゃない、あっちじゃない。やっかやっか、右、右、そっち、そっち。その右の赤い服の並び、そこら辺。これ？うん。そこら辺。俺のものは全部取ったのか？全部取った。野球バットとかってどうしたの？わかんない。カバンの中に入れないで。サッチェルの中に入ってるかもしれない。ほほほ。すごい、柵できてる。そう。あれがガードになるんだよね。サッチェルこんなか？あれは超えれないの、ゾンビ君は。ゾンビ君たちはね、超えられない。やばっ。なんかこう安全なんだよね。あれサッチェルどこ？あ、これか。どっかにね、ポイ捨てしてる。入ってない。あ、あった。入ってない。嘘。よいしょ。俺野球帽持ってた。野球帽じゃない、バットなんて持ってた。野球帽？松井帽？え、松棒？風邪棒？風病？もうろもろ口血だらけだよ。こっちね。そしたら、まっすぐ行って突き当たって右。乗った？うん、乗った。これ右？これ右。おい、リアクションせよ。え、シーくん、自分リアクションせよ。このね、何これ、ゴルフ、ゴルフかな、この車は。ゴルフかこれ。あ、危ない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 。右側がね、ガソスタなんですよ。おお。で、右に、あ、道、そうそうそう、そこのこれ、そう、これが入っていって、もうガソスタだから。もうガソスタ。あ、これ右だ、あ、この左だ、この直進向けちゃ、向けちゃ、これ、こっちゃう。そう、行っちゃ行っちゃ。これ、ガコーンってなんない？なんない、なんない。ああ、いいね。あ、ほんとだ、ガソスタだ。ちょっと敵を一掃しないと。降りるよ。うん。あ、俺マチェット持ってない。なんで？なんで？え、なんで？マチェットどこ行った？俺マチェットってなんだよ。やば、武器がね。武器ね。どこ行った？ないわ。素手で戦うしかねえ。得意じゃん、素で。デスね、デス。来たぞ。槍持ってる。やば、かっこいい。ちょっと音がね、イヤホンつけてないから分かんない。あ、まだいる。
あ、なんかこいつ武器持ってそう。ちょっとさ、ラグくてさ。じゃあどこ行くか案内よろしく。はい。ちなみにあの電源落ちるとガソスタも使えなくなるから、あそこにも発電機必要なんだよね、うん、こっちどっち行く？正面、そこ左、そうそうそう、こっち側。やばー、ゾンビの量やばいね、すごい。うまい、うまい。これ永遠まっすぐ、永遠まっすぐ。あれ、これ給油したのにマックスになってないんだけど。え、給油できてないんじゃない？まあいいや、ガソリン、あの缶はいっぱいになったから、うん、いいね、スムーズですね。何この、おお、何してたの？あそこの左、何してたの集団ね、うん、溜まってたね。あの集団来たらやべえな。ここ、そう、この辺が軍事施設なんだけど、うん、左の方行って、この辺の家もいい。あ、左側の家、うん、いいね。これ？はい、ここが軍事施設です。エンジン切った方がいいかも。この軍事施設からね、アリスバックってのがね、手に入る可能性があるから。ちょっと今、最初に燃料入れとくね。うん。あ、やばい、来たわ。来た、うん、大量に？いや、一人。それか。処理できる？いけるいける。マルチでやってるとさ、寝る必要ないからいいよね。うん。お、やばい、やばい、やばいの来た、やば、噛まれた、噛まれた。なにこれ、めっちゃかっこいいんだけど。ん、デザート迷彩シャツだって。め、変えようかな、泥棒から。あ、いいじゃない。てか服装をね、変えられるし、うん、どっちにしろ寒くなったらコートとか必要なんだよね。あ、そういうこと。冬とかあるの？そう、あるんだよ。マジか。今7月です。ほら、7月12日ほんとだ、暑いじゃん。そうなんだよ。やば、なんかかっこいいんだけど。持って帰ろう、とりあえず。ないね、ないのかもな。泥棒さんいいよね。いいね。泥棒さん傷だらけじゃない。え、そう、だいぶ傷だらけなのよ。一応こっち側も施設になってるから一応見るね。うん、チェック。いた、お、傷口感染って書いてある。ああ、感染ってなっても感染しない場合もあるから、あの、あるならアルコール消毒して。あ、アルコール消毒あったような気がする。うん、アルコール消毒して包帯した方がいいっぽい。へえ、うん。このさ、バリケードされてる家、うん、あのバリケードハウスって言っていいものが入ってる可能性があるんだよ。取れんの？そう。いる？中に敵いる。中にいる？でもドレスみたいな。いい敵だ、あれ。ドレス着てる。いい敵。ドレス着てるから。出てきたらやってくれる？うん。よいしょ。Thank you。お、なんかすごい、ネックレスとかめっちゃしてるよ、バングルとか。で、まだいるね。あ、なんかろくなもんねえな、バリケードハウスの。騙された？ないね、何もいない。
なんだよ、毎回結構いいものくれるんだけどな。ないね。ないね。期待外れな。来た道を帰る？これ箱、箱持っていける？やめた方がいい。あ、いいよ。来た道戻る。あの、団体さんがいらっしゃったとこ、左。車から見て左。ここ左。こっち？うん、お、団体さんいる。これは？これを左。こっち？うん。逆。逆？うん。ここ道沿いに行けば。やっぱ荷物が多すぎて遅くなってるね。え、やっぱそうなのあるんすね。あるあるある。サンデードライバーとかつけてないよね。多分。多分ついてないと思う。うんうん、あ、サンデードライバーついてるわ。あ、じゃあそれで遅いんだね。実際でもスピード出さない方が車には安全だからね。うん、ここが倉庫群です。おお、ほう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 。はい、オッケー。あ、エンジン切っといた方がいいね。うん、寄ってくから。で、ゾンビに注意しながら行きましょう。開けて、あ、こう開かねえわ、割れる。あ、入っちゃった、入っちゃった、あ、やべ、血出ちゃった。あ、ん、なんか食料しかない、ここ。あ、朝袋あるよ。うん、朝袋の中に食料しかない。あ、霧吹きとかあんの、シャベル。模造フラミンゴ手に入れた。あれ、なんでこんな食料ばっかなんだ。お、めっちゃ冷気、まずし、あれ間違えた。ラムネか、ラムネ、食用接着剤、次頑丈な棒、ガソリン缶、ナス、ジャガイモ、ナス、ジャガイモ、ナス、ジャガイモ、ニンジン。そんぐらいしかない、スイカ。マジか。うん。なさすぎだな。ないね。ないね。ググって探しに行くか。スイカぐらいしかない。スイカ食いて。もうそろそろスイカの時期だからね。俺スイカ好きだ。どっち行く？この辺ちょっとぐるっとしみっか。あれ、この車両の鍵がありませんってなってるんだけど。え、どこ行ったの鍵。やば。え、やばくない？鍵どうしたの？鍵壊れた？鍵変われるなんてことないと思うけど。え、なんで鍵ないの。俺だって開けた時鍵、鍵なくしたね。え、ちょっと行ったところ見てきてよ。変な、なんか取ったところとか。え、ハハじゃないんだよ。鍵忘れることある。おーいって言っちゃってる。やばいね、さすがに。さすがにやばいよね。ここに来て車ないわ、やばい。え、それどうす、歩いて帰んなくちゃいけない。歩いて帰んなきゃいけない。いいじゃん、トウモロコシ畑散歩しない。散歩で済めばいいけどな。あ、あった、あったんかい。さん、さま、どこにあったんだ。あの、朝袋と一緒に置いてあった。多分、多分これだと思う。おぶねー、ぐるっとしよう。で、どっち前とか。一旦体勢を立て直してスレッジハンマーありかで探そう。うん、間違って逆だ。スレッジハンマー、スレッジハンマー、うん、任して。あ、ググって。大きめの倉庫のコンテナの中。大きめの倉庫なんだけどな。路上の工事イベント。工事イベントか。走り回るか、危ないよ。消防署、
あ、消防署。サバイバーの家。あ、さっき A 君が言ってたやつだ。そう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 。窓がバリケードで覆われてる。うん。鶴橋と消火斧、何これ、うん、もう蒸気で見つかりやすいです。じゃあ水道工事のとこ持ってみるか。帰りガソリン入れて、うん、一回拠点変えろ。あぶね。スレッジハンマーで解体するってこと？そう、スレッジハンマーがないと解体できないんだよね。そしたらもう企画倒れです。あんなにおしゃれな家作ったのに。図面な。図面。え、消火斧の？消火斧は持ってる。ツルハシでは壊れないんだ。そう、壊れない。じゃ最後揃おうね、みんなでね。そうだね。最後揃ってエンディングの撮影しよう。終わってんじゃん。当たる。おい、まい。そうしよう。お、いるじゃん、シーくん、こんにちは。いた？今入ったばっかり。見て、俺。タイミングバッチリじゃん。なんか俺すごいことになってんだけど。ん？なんか俺、双剣になってる。あー、2個持てんだよね。え、シーくんの方ダサくない？何？それは俺も言わなかったのに。ダサくないでしょ。言わなかったよ、俺。ここに来る、さすがに。ここに来る道中で拾ったんだよ、これ。さすがにかわいそうかなと思って言わなかったのに。シグダサくないさ。ダサくないよ。え、何を言ってんの。バッグ持ってきな。バッグどうやって持ってくの。背負う。背負う。おお、これでそしたらカバンの中にいろいろ入れることができるから。間違いなよ。すげえ、なんか迷彩のやついんな。あ、俺すごくないこれ。これすごくない。うわ、着替え迷彩双剣目出し帽。俺このジャンパーで俺ずっと丸太作る切り出してやる。もうムカつくわ。マジで出せんだよな。あ、まあ、来た来た。まあ座んなさいよ。ということでね、スレッジハンマーは見つからなかったけども、何が見つかったんだ今回。 C が、あ、C が見つかった。確かに。でも C は前回から言いましたけど。ギリギリな。あ、でも泡だれも作ることできたね。あ、確かに確かに。だからちょっと動画外でスレッジハンマーを探す旅に行ってきますよ、私が。ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。まだ建築始まってないけどね。ちょっと進めておきます。ではまた次回、よかったら遊びに来てください。はい、ありがとうございました。バイバーイ、はい。